久保さんさっきね、あの20年前の本をレビューしてたんですけど、まあ多分ね、僕の Amazon リンクから買う人かいますね。20年前の本ですけど。あの、まあ、なんだ、発信していると、確かにその一般的にまあ大草原をね、あの見る人はいないかもしれないですけど、久保さんの発信を見てね、見てみようかなっていう人はいると思いますし、多分20年前の本を今検索して、 売れる買うう人はいないなと思うんですよだけどあのー、発信してるとあその本そんな本が20年前にあったんだ見てみようかなと読んでみようかなってなりますねだから発信していると別に古いとか新しいとかあんま関係なくなるってことですね逆に言うと 20年前の,方の方本の方が価値があると思います。例えば、今、去年かな、あの青汁王子の本がね、あのリリースしましたって結構売れたと思うんですよ。で、まあ、誰もが、まあ、新版で出てるし、あの本屋行けばね、まあ、積まれてるわけですし、わかりますよね。でも、誰もが知ってるんで、でも20年前の本って、本屋行っても積まれてないし、わかんないですよね。だから紹介してくれる人がいなかったら、絶対はたどり着けないですよ。つまり、 昔の本の方が価値があるっていうかね <laughs> 昔の情報の方が価値があるっていううんだからまあ 20, 20年前に結構読んだ印象的な本の方が僕は高いので今最新の本とかあんま僕買わないんですよね買わないし興味ないんですよあんまりなぜならばあの本当に大切なことっていうのは別に20年前だろうが30年前だろうが今だろうが大した変わんないんですよね <laughs> だから逆に言うと安いね。もう,もう最近はアマゾンの,の僕中古のもう1円とかの本しか買わないんだけど1円の本の方が逆に価値があるというかね取り出せるっていうなんか謎ですよねそう。市場価値としては1円なんだけど実は情報のものの価値、情報の価値はめちゃ高いみたいなね本がたくさんありますね。うーん。そ,う、まあ、それはね、まあ昔 本いっぱいいろいろ読んでてよかったなと思いますね、うん、伝えられるんでやっぱ読んでない本を伝えるよりかは自分が読んでよかったなと久保さんもそうですけど大草原全く見てないのに伝えるよりか見てここよかったなとかねキットも買った理由って多分その見てたと思うんですよキットので憧れてたと思うんですけどいや見てる見てないによっても変わるだろうし ああすげえ憧れてたんですっていう見てたからこそ伝えられるし見てなかったらねきっと買いましただけですからその物語性を伝えることは難しいと思うんでうんだからまあ過去の勉強してきたことも価値になるよと発信すればねうんはいいってらっしゃい